くぞ。前に来た時はこんなのは、この短期間で部屋ごと金庫に。さすがに銀行の場ですか。いらっしゃいませ、ようこそ我が都市銀行へ。よく生きてここまで来れたね。ずいぶん運がいいようだ。うん、バカ言わないで。てめえを改心させて、その口で全部白状させてやる。お前みたいなクズに苦しめられてる奴らを俺たちが救うんだよ。警察も手焼いてるくらいだ。世の中大騒ぎにしてやんぜ。上が下をこき使って好きなだけ絞り取る、そういう順番がこの世には存在しているんだ。あなた方もおとなしく金づるになりなさいよ。誰がなるか、そんなもの。順番とか頭おかしいでしょ。俺だって散々やられてきたんだ。苦渋を舐めさせられ、クソ底辺から這い上がって、ようやく俺が刈り取る番ってわけさ。だからってやり返す相手間違ってんでしょ。卑怯なことしかできないかわいそうな人よね。勝ち方に綺麗も汚いもない。クレバーなやつが勝つ。賢く強い者は弱者を食い散らかして当然。ネットの知識だけで世の中悟ったような気になる頭の湧いたクソガキはいいかもだよ。終わってるこの人。騙されるのは常にバカだ。バカはそのバカの責任を取らされるだけ。学習しないバカは一生バカなんだよ。バカバカバカうっせえな。バカには何を言っても無駄か。ありがたい説教の時間は終わりだ。一生ここで奴隷としてこき使ってやる。冗談じゃない。たかるだけたからせていただきますよ。なんだこれ、やべえよ。俺一人で十分さ。さあやってみやがれよ、ベイビー。壁にたかる生え、気持ち悪いのよ。行くぞ、クソガキどもがよ。何でも許されがないよ。若いってのは罪だよな。世間知らずで無鉄砲、自分のバカさ加減もわからねえ。そんな奴ら搾取しなきゃもったいねえだろ。さあ出撃だぜ、俺の守護神がだ。
隠し玉を。ジョーカー、もし不利だと思ったらまず体勢を整えて。敵はあの巨体よ。体力が減ったところを狙われたらひとたまりもない。行けジョーカー、金の亡者に引導を渡せ。そこか。ここはペルソナで。ペルソナペルソナ。また体当たりをするつもりか。どうする、金城の気をそらすか。知っての通り金城は金の亡者だ。奴が興味を持つような高価なアイテムなら気を引いて隙を作れるかも。試しにやってみよう。ジョーカー、どのアイテムを投げつけるか指示をくれ。ジョーカー、アイテムで金城の注意をそらしましょう。これなんてどう？効果は期待できそうにないけれど。ジョーカー、これとかどう？多分いける感じする。これ投げようぜ。やべえくらいの高級感を感じるぜ。そうこなくちゃ。ん？なんだあれ、金目のも丸出しの輝き。成功したか。これで体当たりされる心配はない。いいぞジョーカー。ペルソナ、くらえ。ペルソナ、ペルソナ、ペルソナ。金城め、アイテムにメロメロじゃないか。この隙をついてやれ。金の亡者は金で身を滅ぼすのがお似合いだ。どうしてくれよ金。そんな、そこか。
めちゃくちゃ最強ビカビカナンバーワンまさに鉄壁だぜ。たくどこがジキジキなんだよ。おいお前ら、確かに数は増えたがひるむな。やるぞ。なんでの時間だ。くらえ。痛いな。スカールもなかなかやるな。オルフェンスピカロ任せてくれ。うん、助かったよ。ありがとう。助かったぜ。はい。何？ブロックされた？おいおい、だから鉄壁って言っただろ。これが金の力ってやつだぜ。あのブロックはさすがに厄介だな。金城の仲間から倒すのも手だが、言うだけあってなかなか手強そうだぜ。いっそ眠らせたりするのはどうだ。動けなきゃ邪魔もできねえだろ。試してみるかはジョーカーの判断に任せるが、悪くない作戦だと思うぜ。面倒な手下から片付ければ金城を攻撃できそうだもん。マジかよ。ベルトマン、マジかよ。なんでの時間だ。大丈夫だ。くらえ。さすがクイーン、鮮やかだ。やってやる。ヒュン。そこか。マジかよ。ベルトラ。マジかよ。ジョーカー、カレーだ。ナイス。
何での時間だ。もうお前を守るもんはねえぞ。覚悟決めたらどうだ。ジョーカー体力やばい、注意しろ。ペルソナ、オルフェンスピカロ任せてくれ。ありがとう。うん、ありがとう。助かったぜ。やるわ。ガチだかんね。ペルソナ、ダメだ。金がないと。俺は そうだ、ブタトロの中にまだ金が、あれさえあれば。から奪ったお金でしょ。借金はチャラにしてやる。だからしてやるって、ずいぶん上からだな。
貧乏で不細工でバカでよ、そんな俺にどうやってまともに生きろってんだ。社会が悪いんだろう。立場の弱い奴はどうしたって幸せになれない。俺だって被害者なんだよ。そうだ、悪いのは世の中だ。返す返す、痛々しいな。居場所が欲しかったんだ、わかるだろう。何が居場所よ。あんたが楽して儲けるために利用できる奴らを集めただけじゃない。レッテルに苦しんでんのが世界でてめえだけとでも思ってんのか。俺だってこいつらだってみんな戦ってんだけど、安心なさい。やっと居場所ができるわよ。一生かけた償いの舞台がね。お前のその歪んだ心、俺らが何とかしてやるよ。ゼロ円でな。分かればいい。さっさと現実の金城の元へ帰れ。たくよ、お前ら容量悪いぜ。そんなすげえ力あるのに、パレスを利用すりゃ金儲けなんてし放題だろ。人の心好きにできんだぞ。てめえと一緒にすんじゃねえ。その青臭い正義感、意味あんのかね。やってるやつがもういるってのに。もういる？教えといてやるよ。パレスを使って好き放題してるやつが実際にいる。そいつは現実で何が起きようがお構いなし。廃人化に精神暴走、何でもありだ。それはまだらめのシャドウが言っていた。いえ、誰なんだ。やめとけって。やつの力はお前らの火じゃねえ。出くわさないようにせいぜい気をつけることだ。考えるのは後だ。お宝を奪え、時間がない。せっかくならあの大きいのをって、え？にゃんふー、 お宝。どうなってるのよこれ。超気持ちいい、いいな、いいな、ヒューマンっていいな。キンキン、キラキラや。クロワン、フェフェブル。生き物投げんじゃねえよ。いいから2台、早く。いいぜ、出せ。くそ、あよ。で、道ねえし。くだらしねえ。絶対割れた。尻。あ、大丈夫か。割れてないか。割れてない。割れてるでしょ。もうそうじゃなくて、だいたいいきなり飛び出すとか危ないじゃん。てか超見られてるし。怪我人がいなくてよかったわね。いやー、約一匹。あのアタッシュ、あれがモルガナの死因だろうな。ちげえって、あれ金城もお宝か。信号赤。どこで開ける？カラオケは？監視カメラがある。俺いい場所知ってる。あ、そっか。ちょうどコーヒーでも飲みたかったところだ。手当てしてあげないとね。あったけ。妙に落ち着くわね、ここ。何かわかった？ダイヤル式の鍵がかかっている。これは番号がわからないことには。
ダイヤル式の鍵ね。やっぱり。なぜわかった？何度も開け閉めしてるのを見てたから覚えちゃった。怖っ。でもすげえ。あ、しみる。おい、早く開けてみろよ。いくらだこれ。この束で100万だと思うが。ん？ひふみ、30個くらい。3000万円。みんなで割っても1人500万。やべえ、今度から毎回豚汁セットにしよう。小せえな。いい気分のところ悪いが、こいつが本物に見えるのか。はあ？子供バンク？マジかよ。全部あいつの見えってことなのかしら。嘘だ。まあほら、やったった感あるし、よくない。やったった感？やってやった感？やってしまった感かしら。どっちも。天下を騒がす怪盗の成功報酬がやったった感なんて、はあ、おかしい。まあ待て、中身は紙くずだったが、このケース自体はなかなか悪くない。よし、売ろう。決まり。そういえばモルガナは何かを思い出したりしなかったのか。いや、何も。お前、ぶつけたショックでまた忘れたんじゃね。一言だと思いやがって。記憶喪失なの？そんなとこ、お宝を探してた記憶はあるらしいの。早く思い出せるといいね。それでこの後ってどうなるの？まずは様子見だ。金城が改心するのを待つ。今回はすげえだろ。だいぶ世間に騒がれんぜ、きっと。そういえばさ、金城が最後の方で言ってたこと、あっちの世界を使ってる悪党がいるって。気にはなるな。考えてもしょうがねえ。今はとにかく金城の改心がどうなんのかが見ものだ。とりあえずおとなしくしてようぜ。あなたにそんなこと言われるなんてね。頼んでいた件だが、まだかかりそうかね。君の学校で起きた問題だよ、校長先生。わかった、もういい。誰のおかげでその椅子に座っていられるのか分かっているんだろうね。奴が早々に候補を挙げてきた。どこかの誰かさんとは大違いだよ。ああ、もちろんだ。引き続き調査は頼むよ。いつも通り結果が出るまで待機だ。みんな、今日は本当によくやったぜ。これで世間の評判もきっとうなぎ登りだな。